モダンレンダリング・オブ・シュガル・アズ・サーペント・イン・ザ・ローバー・バイ・ジョス・ゴーニー。シュガールは、バスク神話における、男性神で、雷神、嵐の神である。前キリスト教時代において、バスク人に信仰された。通常は、オロチやドラゴンの姿で表現される。仲間である、女性マリと比較し、シュガールについては、ごくわずかしか伝説が残っていない。基本的な役割は、 周期的に山で、女神マリと結びついて、嵐を起こすことであり、マリ神は五月柱を祝う春の神であるため、後世は、サバト伝説と結びつけられる。それゆえ、キリスト教系以後は、悪魔と同一視されることが多い。例えば、ギプスコア圏における、シュガールは、魔女神と同一視された。魔女神は、サバトの縁が行われる金曜日に、 バスク神話の女神マリと会い、そこでマジョラと共に嵐を起こすと言われている。ビートルではスワラと呼ばれ、雷流の姿をした悪魔であると考えられた。シュガールが稲妻の形に変化し、バレルディさんとイロルタルダさんの間を雷の姿で駆け巡り、人々を恐怖に陥れたという。シュガールは主婦に設備後アルを付加して生じたごと考えられている。 したがって、オスのヘビを意味する。しかし、この語には同時に、火を意味するスーと炎を意味するガーという単語の接合が隠されている可能性があると指摘する人もいる。その場合は、火炎という意味にもなる。スゴイは、シュガールの別名である。シュグを、h i、または、スゴイを二重に組み合わせた名である。しかし三番目に出てくるマジは、どの語とも似ていない。 なぜなら、この語は、断根の力と、豊穣を願う春を祝う5月祭を、スペイン風に、マユと呼んだ語の流れを組むからである。マヤと、マヨが春を調和するという。バスク自治州ギプスコア県、ゴイエリグンアタウンの伝説のシュガールは、2箇所の、住み所を持つという。あらら山にあるアムンダ洞窟か、エタリタ洞窟に住むという。炎の姿をしたであることから、 嵐の前兆であると考えられ、大空を交差しながら見かけたという。アタウン地方では、この姿をした時のシュガールは親に背く子をお罰する、ために空に出るという民話が残されている。シュガールは、キリスト教家以降、デーモンとみなされることもあったが、キリスト教家される以前は、春の守護霊として信仰されていた。ありがとうございます。